カンポンアイールカンポンアイールは、ブルネーバンダルスリブ川にある水上集落。カンポンアイールと表記されているものも多い。ブルネーの首都バンダルスリブ川のブルネー川の水上にあり、建物はすべて水上に出た支柱の上に立っている。また、通路も支柱の上に木製で作られている。人口は3万9000人ほどで、世界最大の水上集落となっており、 42の村が存在している。カンポンアイールは多数の小さな村からできており、2 9トル以上に及ぶ歩道橋で互いにつながっており、学校や警察、商店、ガソリンスタンド、モスク、病院を含めた4200以上の建物が存在している。通路の合計は3 6トルを超え、これらが各建物をつないでいる。 市営の水上タクシーが早い移動手段として用いられている。これは長い木製のボートに似たものであり、市の中心部からカン歩が入るうちにある多数の船着き場まで、これを使って移動することが行われている。円形はスラムのようであるが、水上にありながら、電気、水道などのインフラの整備は進んでおり、エアコン、衛星放送、インターネット等も利用されている。 また、住民の中には、鉢植えの植物や鳥、猫を飼育している者も,もいる。住民の大多数はムスリムであり、国家公務員として働いている人が多い。市の人口の約4分の1の人が暮らしている。カンポンアイールに人が居住し始めたのは1300年以上、前に遡る。1521年には、フェルディナンド・マゼランに同伴したアントニオ・ピガフェッタは、ここを、 東洋のベニスと称した。川の上に住んでいた人の国という起源を保存しており、文化的に重要な地域である。ブルネーダルサラーム大学の地理学者、アブドゥルアジーズによると、カンポンアイールは、東南アジアで最も著名で大きい水上集落であり、歴史的にブルネーの中心地であり、ボルネオの重要な貿易の中心地の一つであるとの、ことである。 ブルネーの国会遺産であるカンポンアイールを保存するため、政府は歩道橋やコンクリートの鳩は、水道管、電気、電話、学校、モスク、病院、警察署、海洋消防署等を建設した。6つの行政体が完全なる水上集落として知られているが、行政的には分かれているとみなされている。観光客は、ややサンスルタンカジハサナルボルキアの横から、 水上タクシーを用いて訪れることができる。ありがとうございます。